次は押し受け巻き投げの掛け手を説明します。振り突きで来ますから、これをこう崩していくんですけれども、この時に受けて同じですね、上受け投げと同じようにゆっくりします。受けて押し受けから肘が上がります。そうするときれいに引っかかるようになります。そしてこの手は高い位置で掛け手をした場合には必ず手首側に添える。ここで結構です。こうですね。そして投げに行くんですよという形になります。だから必ず高い位置ですとこうこう、それで手がこうにかかってます。こういう形ですね。これを掛け手の仕方。もう一つの方法は落とす場合がある。落として掛け手をした場合には押し後手形に取ります。三指、小指、薬指、中指が握ってる相手の拳の母子球側にしっかりかけて、そして引きながら落としが入って、で勘抜きに入っているという形になります。ここのところは違いますね。高い位置ですとゆっくりいきます。押して横に、そして手は手首側です。これで崩していきます。低くパッと落とした場合はここに低い位置でかかっている。三指が後手巻き返し、押し後手なんかと同じようなかけ方をしていくという形で崩して落としているという形になります。ここが2種類ありますので、かけ手を上でかけるのか下でかけるのかによって違いますから、気をつけて練習をしてもらいたいと思います。